チャオ、あっちゃんです。今日7月の13日、金曜日、あっちゃんの定期ライブやねんけどね、の告知やねんけどもね。はい、今日はね、ファン限定ライブっていうことで、ライブをしたいと思います。で、ファンの人、疑問、質問、何でも OK です。で、ファンって何やねんってよく言われるけども、ファンって、あっちゃんのことを応援してくれる人、それがもうアンチ意見であろうが、ファン意見であろうが、もう関係なしね、あっちゃんのことが好きだよって、あっちゃんのことを応援するよっていう人、自称で結構なんで、皆さん遊びに来てください。今日はもう大いに楽しみましょう。で、ルール特別設けやんつもりやねんけども、一応やっぱりね、コメントが流れるんで、挨拶だけ、初めに入ってくれた時に、あっちゃんに、ちゃおっていつも言ってくれて、その後誰々さんちゃお、誰々さんちゃお、誰々さんちゃお、それやめましょう。あっちゃんみなさんちゃおみたいな感じで入ってくれたら、もうそれで OK にしましょう。挨拶確かに気持ちいいしいいねんけども、こいつに誰々さんちゃお、あんた誰々さんがはい誰々さんちゃおってなった時に、またまた入ってきたしたら、入ってきた人にちゃお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 でちゃお合戦になるんで、ね、そこだけはもう今回ちょっとこれ前回なしにしたら、結構それだけでもね、コメントが開きやすくなったんで、よろしくお願いします。で、リプキンで、ファン同士か視聴者さん同士の会話を今回まだ禁止にしません。今回は、挨拶だけ、挨拶の、リプライ、返事はなしっていうことで、あっちゃんからの返事、あっちゃんに返事、あっちゃんからの返事みたいな感じの挨拶だけで終わりましょう。で、もうそんな感じで挨拶を省くみたいな形で、で、入ってきてくれたんがわからへんから、最初の挨拶だけ OK ですって感じでね、そんな感じでやっていくと、ちょっとスムーズになるんじゃないのかなと思って、あとはもうね、ルールは自由で、ただ、これ、ファンアンチ関係なしんやけども、あっちゃん以外の、やっぱみきちゃんとか子供のことっていうのは、あんまり話題にするのは、ちょっと勘弁してください。で、子供の名前を出す人が結構いてるんで、それはちょっとね、なしに、これからなしっていう方向で言ってください。あっちゃんもできるだけ、言わんよね。もう日頃名前で呼んでるから、ついついポロッと言ってしまうね。でもそれも あっちゃんもみんなもう直さなあかんなと思うんだけどもね、そこのところみんなも愛してください。で、もしあっちゃんがポロッと言ってしまったら指摘してください。気をつけます。はい、そんな感じでね、楽しくいきましょう。で、楽しくいければなと思います。で、嵐、最近減ってるけどね、また嵐的なものが入ってきたら、コメントも流れるんでね、コメント荒らされるのは嫌なんで、その辺はまたね、モデレーターさんにお願い、してないんだけど、今日はね。でもまたモデレーターさんが分かってくれて、その辺はちょっともうお任せしておきますという感じで。はい。で、子供とみきちゃんのことは、モデレーターさんもやし、あっちゃんもやし、見つけ次第そういうコメントは消していくようにします。はい。で、この辺だけよろしくお願いします。で、あとはもうみんな楽しく行きましょう。で、時間やねんけども、今日もね、9時30分ぐらいからっていう形で、わからへんねん、はっきり言って、晩ご飯の都合によって時間が変わってくるんでね。ただまあね、上が、休みになったらね、帰ってくる時間が一番遅かって、晩ご飯遅かってんけど、ここ最近またね、休みやったら早く食べられたりもするんで、早めに食べて、ちょっと早めにごそごそっとやれば、9時半までに入れるかもわからへんし、もしかしたら9時半過ぎるかもわからへん。そこのところまたね、今日の都合になるんで、だいたい9時半をめどに思ってもらえればと思うんで、よかったら来て楽しんでください。で、ファンの人、あっちゃん応援してんねんけども、ちょっと疑問があんねんし、全然 OK です。何でも聞いてください。はい、何でもわかんないもん、あっちゃんは全部ほんまのことで答えます。みんな信じひんか知らんけども、あっちゃん言ったのは全部真実なんでね、そんな感じで答えるんで、どうしてもファンっていうか応援してても、やっぱりあっちゃんのこと、って思うこともあると思うね。聞いてくれたらいいです。もちろん、今回質問動画も上げてるんで、質問の方してくれてもいいんだけどね、リアルタイムで答えを聞きたいときはライブで聞いてくれれば OK です。で、コメントが多かったら流れる場合があるんで、そこのとこはもう流れたら勘弁してください。あっちゃんも追い切れへんのでね、できる限り、全部の辺にはお返事したいんやけども、無理なことがあるんでね、その辺だけ勘弁してくださいということで、今日は大いに楽しみましょう。で、終わりの時間まだ未定です。いつもながら11時半言いながら、12時になって、1時になって、2時になって、3時になって、4時になって、わからんねんけどもね、眠くなって疲れて、明日まだ倒れへん程度にライブをしたいんで、楽しくいきましょうということで、今日のライブ、待ってます。皆さんぜひ来てください。よろしくお願いします。では、またね。バイバイ。